ウルピア・マルキアナは、ローマ帝国の貴族で、第13代皇帝、トラヤノスの姉。ウルピア・マルキアナは、元老院議員、マルクストラヤノスと元老院議員の娘であった、マルキアとの長女として生まれた。弟は後に、第13代皇帝となるトラヤノスであるが、同じ一族の故郷、イタリカで生まれたかは不明である。法務官経験者の元老院議員、 ダイウス・サロニウス・マティディウス・パテルニヌスと結婚、一人娘となるサロニナ・マティディアを設けた。78年に夫が病没すると再婚はせず、弟、トラヤヌスの庇護のもとで、マティディアの養育に専念した。トラヤヌスは姉と名を大切にし、105年には本来は皇帝の妻にのみ与えられるアウグスタの称号をスメラーネタル・マルキアナに与えようとした。 マルキアナはこれを拒否したと伝えられるが、トライアヌスの皇妃ポンペアプロティナ、クラウディアホエベピソは最後には彼女は、夫からの名誉を受けたと主張している。アンコーナに作られた、トライアヌスの外旋門には、皇帝、トライアヌス、皇妃ポンペアと並んで、皇姉マルキアナの肖像が彫られている。これ以外にも、無数の建築物や、記念碑に、スメラーネマルキアナの名や姿が彫られ、 しばしば弟の知性を助けることすらしたと言われている。112年から114年の間にウルピア、マルキアナは病没したが、トライアノスは姉を神の列に祀ることを元老院に承認させた。また彼女の娘、サロニナ・マティディアは、子供のいなかったトライアノスにとっての数少ない肉親であり、トライアノス家の血統を後世に伝える役目を果たした。ありがとうございます。